今朝はね、起きてすぐ日差しを入れるといいって、まあ日差しではないんですけど、カーテン開けて明るくして、でストレッチやりました。和子さんが入院しだし、で抗がん剤で入院とかしてた頃かな、始めたんですけれども、僕もグロックっつったかな、YouTube 見て朝の5分だったか10分だったかストレッチしましょうってやつ、それをずっとやってたんですけど、和子さんも退院してきてからもお二人でやるようになってたんですが、知らず知らずのうちにやらなくなっちゃってましたのを、今朝何の拍子か思い出しましてストレッチしてみました。ただお尻の筋肉がすごい張ってたですね。やっぱアマゾンで階段上がったりとか、そういうのでなんでしょうかね。まあお散歩もあるけれども、前からお尻の筋肉張ると腰痛なりやすいっていうのを聞いてたもんですから、とその辺をほぐしてます。椅子があったんで座らせてもらってます。ありがたいです。どうでミミちゃんも休んでます。疲れたね、暑いね。少し休んだら帰りましょう。うちまでは1キロ弱あります。また朝ごはんでございます。バゲットカリカリに焼いたやつと、今日は塩昆布調キャベツで、今日もこれですね、今日ラー油ふりかけをふりかけました。でみかんフルーツゼリー、牛乳ゼリー、今日はバナナを添えてみました。これ優しい甘みの芳醇っていうのクラッカー、非常食に入ってたやつなんですけれども、賞味期限が24年8月ってことなんで食べちゃいたいと思います。6枚6パック入りってことは小分けになってんのかな、はい、仕事行くときに持ってってもいいしね。はい、ではいただきます。冷蔵庫にあったリアルゴールド、これはなんだっけ、キングダム缶、これを入れて、こっちで動画の編集をしながら飲んでました、はい、結構冷えたままが維持できるんでいいですね。うちの中でも使えます。氷入れて薄くなっちゃうよりもいい感じ。今日はちょっとお昼はぐうたらしてます。お菓子を食べてお昼作りつなぎます。あんまり食べたくないんだよね、ちょっと夏バテなのかもしれませんが、そうめんとか茹でる気力もないので、まあたまにはこういうのもいいでしょう。お散歩です。今日はね、なんかダメダメでした。朝こう編集とかやってて眠くなったんで、ちょっと休もうと思ってたら、まあ少し一眠りして復活してやりだしたんですけれども、お昼食べてミミちゃんが遊ぼうっつっておもちゃで遊んでる間に居眠りしちゃって、もうずっとそれなんか意識がなくなるような感じで落ちちゃってましたね。ちょっとやばいような環境でございました。何なんだろうね、やっぱ疲れが出てんのかな。今は目が覚めてるんで大丈夫だと思います。
今日も35度になってるんだね。いや、とんでもないことです。幸い風が日陰だとそんなに暑くないんでまだいいかなって感じかな。今日もララアリーナはなんかあるみたいですね。すごい人がいっぱい来ます。ナイス。なんだろうね。ワンピースオンアイスだって。ワンピースのなんかなんだね。よいしょ。いい、疲れたね。待てました。1時間32分。まあ途中、休みはしたけどね。二人してバテました。一休みしましょう。これから仕事行こうと思いますが、先ほど、Amazon フレッシュ、久しぶりに撮りました。18時15分から、19時15分までの1時間。なんと1万円の4分の1ぐらいのギャラが出てました。はい、1時間で2500円。はい、美味しいですね。それプラス税金ですから。今日は10時からいつもの生存確認会やってもらえるんでね、それまで帰ってくるようにフードデリバリーでもやろうかなと思ってたんですけれども、その前にとそのアマゾンフレッシュやってからフードデリバリーという感じかな。もう2500円確定ですからね。こう9時まででどのくらい稼げるんでしょうか。では行ってまいります。今日はすぐ食べた。飛ばさない、飛ばして遊ばなかったね。帰ってまいりました。お疲れ様でした。今日は、フレッシュを1本やって、1時間ですね、やって、それからウーバーやってきました。アマゾンフレッシュはですね、なんと1個だけの荷物、それを一箇所なんですけれども、持ってったらいないんですよ。Amazon フレッシュ置き配とかはダメで、全て手渡しっていうのが基本ですんで、いなくて電話かけたら30分ぐらいかかるっつんで、どうしようかなとか思ったんですけれども、まだ Uber やってればいいやということで、320円の三つ子ってやつですね。それ一本その帰ってくるまでにやって、それでそれをお渡ししてから何本かやって、3000円ぐらいでしたかね今日はね。だからとアマゾンと混ぜまして 5500円ぐらい、もうちょっとか。はい、アマゾンの方は税金がつくからね、まあそんだけ稼ぎになったんでは、よしといたしましょう。5時25分ごろ出てって、9時に帰ってきてるんだから、1、2、3時間半、3時間半ちょっとで、5000円、まあまあ、かな、という感じでございますね。Amazon よりはやっぱちょっと安くなってしまいますけれども。まあ、しょうがないです。はい。ということで、お風呂入って、これから10時から、生存確認会が待ってますので、はい、お風呂入って準備したいと思います。それではじゃあおやつ全部食べた。おいしい、お水おいしいの、はい、いっぱい血出るね、いいことだよ。